夏目友人帳一番くじ引いてきました。その3です。前回は香水だとかトートバッグ、牛乳瓶型グラスとかいくつか引いてきたんですけれども、今回前回引けてなかった A 賞が欲しいなと思いながら行ってきました。で、一度だけ引いたんですね。そうするとじゃじゃーん、なんと一度で A 賞のぬいぐるみが出ちゃったんですよ。見てください、かわいい。なのでちょっと今からどんな感じなのか開けてみますね。これどこからかな、ここ。あ、すごい。今回 A 賞のぬいぐるみは座布団ににゃんこ先生が乗っちゃってるんですね。見てください、にゃんこ先生触ったらすっごく気持ちいいんです。これ前の前回 何年か前に引いた一番くじでもなんと A 賞の大きなぬいぐるみを引いたんですよ。そのぬいぐるみもすっごく触り心地がよくって、本当に大きさももっと大きいんですけど、今回はちょっと何と比べて大きさどれぐらいかな、ちょっと可愛らしいサイズ感ではあります。座布団裏もこんな感じ。ちょっと比べてみましょうか。何年か前に引いてきた同じ A 賞のぬいぐるみなんですけど、横に並べてみます。いきますよ、びっくりしますよ。ドーン、あれ収まらない、あれあれって感じでしょ。すごく大きいんです。これ見てください、ほらこの大きさ。乗っちゃいますよ、乗っちゃいます。じゃあどうやって比較したらいいかな。こんな感じ、大きさなんか親子みたいですよね。大きさがかわいい。ちょっとかわいい。これこちらは縁結びシリーズだったんだと思いますけど、では今回は、今回名はこちらです。ちょっとかわいい、普段見る夏目友人帳のにゃんこ先生そのまんまですよね。どうですか、今回1回で A 賞引いたので、もう次は引いてきませんでした。もう B 賞とかももうなくなってたんですよね。なので今回1回で引けたのすごくラッキーだったんです。かわいいですよね。夏目友人帳一番くじその3でした。見てくれた方ありがとう。じゃあさようなら。